私、海は初めてなんです。お師匠様がおっしゃってました。海は隔離世に通じてるって。美しくって優しい、不気味で恐ろしい、そんな風に万人の金銭に触れる風景、そういう場所は必ず隔離世とつながってるんだって。あの頃は想像するだけだったけれど、こうして海辺に立ち、初めてお師匠様のおっしゃった意味が分かりました。私はもう戻れない旅に出たんだ。できすぎなんだお前は。そうやってコリコーに自分の中でまとまったり、他人の気遣いばかりしてる方が気が紛れるかもしれねえけどな。そんなことガキの自分からそんなことばっかやってると、ひねた大人になっちまうぜ。お気遣いなく。私たち魔術師にとって、親しき者と死に別れるということは、あなた方うつよの人々にとってのそれとは意味が違うのです。隔離世とうつよの両方に身を置く魔術師にとって、死とは終わりではなく、新たな偉大な生命へと羽化することで、決して悲しむことでは。